どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではサカツクロールトゥワールドガチャ引いていきたいと思います。はいはい、アニバーサリーを迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。大型アップデートが来たんすね。監督の星が1個上がったよ。1個星6監督が出てきたよ。めっちゃ星あるじゃんそのうち10とかになるんじゃないの？なるのかな。まあなるぐらい続いてもそれはそれで長寿のあれになるだろうけど。星20監督。その頃にはもう今の選手たちが監督になってるだろうね。そうだからワールドカップで今ご活躍してるさ、うん、メッシとかが監督になってるかもしれない。監督メッシ。その頃俺生きてっかな。星20。まあ星20か。ああ選手としてもう20ぐらいだろ。今めっちゃ盛り上がってますけど、ね、ワールドカップは、まあ、引き続き楽しんでる中ですけど、うん、はい、まあ、これからも末永く続いてもらえたらなと、うん、思いますけど、なんかポリシー特徴みたいなのが増えたんだって。こういう風な感じで、で、まあ、またこれから今度は星6監督がメインになっていくんでしょうね、うんうん、メインストリームになっていくんじゃないかなと。初めての星6監督。そうだね。レッピ、レッピが来ましたよっていう中で、まあ当然監督が新しいの来たってことはだよ、うん、選手も星 6？ そりゃ来るじゃん。星6じゃないんだけど、選手星6になったらどうしよう、うん、怖いわそんなん言われると。まあ、こちらですね、来ました、ロベルト・バッチョ。前いたファンタジスタっていうのはちょっとファンタジスタっていうのは変わって、うん、今度これ真のファンタジスタとして登場したらしいです。わお、バッチョイケメンだよね。青の四方、わー、なんか創造の美、奏者の勝者の嗅覚、うん、聖騎士、不屈の情熱、4つです。持ってるからね。それが出ればバッチョが出る。オプティマスシュート、うん、へえ、まあ、やっぱかっこいいね。で、他にもまあ、イングランドちょっと敗退してしまいましたけど、うん、ラッシュフォード。ラッシュフォード。レッドレオパール。キーマン持ちですね。が出てくるし、で、まあ、今も勝ち上がってる最中のエンバペ。ああ。うん。春戦、技術師、アンタッチャブル。うん。まあまあ、そうだね。言われたら、うん、そうだなって思うよ。で、まあ、これもちょっとね、残念ながら敗退してしまいましたから。デブライの。コンボ持ちだね。ミラクルマイスター。一撃の名手。おぉ。で、そう、もう今回ね、めっちゃおるんよ。で、マディソンでしょ、うん、マディソンなんだね。なんかあれかなと思って、もっと他のマウントとかその辺かもなと思ったけど、違うんだ。で、モドリッチ。うん、バンディエラ、欧州の誇り、まあ欧州の誇り、うん、そうだろうね。で、コク、これまあレジェンド枠だね。コク、センターの地響きっていうのかな、レーン持ってる、うん、中央突破の時にっていう感じだね、うん。で、あとはこれさ、ディフェンスキーマンでネスタ出てきたんですけど、アズリの統率しちゃって、うん、ネスタ、この前出たばっかじゃなかったっけ？いやー、どうだったっけなー。え、なんかすげーネスタ出てこない。気のせい。ネスタなんか、1、2ヶ月に1回ぐらいのペースで出てきてるみたいな。ネスタデイ。ネスタデイ？何？イエスタデイみたいなのやめて。うないしもんだね、このキーパーね。うん、足元やっぱうまかったね。ワールドカップ見ても改めて思ったけど。まあ、こんな感じの中央突破の選手たちがいっぱい入ってる。うん、ガチャが来ましたよ。じゃあ出るね、なんか誰か。誰か出てほしいよね。誰か出るよ。誰か出てほしいわ。誰か出るよ。誰か出るよ。誰か出るし、マジで。提供割合 1% ぐらい。まあでも誰か、星5だったら誰か確定という、うん、特別獲得枠にかけたい。10連一発勝負。はい。いくぜ。誰か出て。できればそしてバッチョがいい。スタートはまあバッソ、ちょっとバッジョっぽいのやめろ。名前だけちょっと寄せてくんのやめろ。黒さ違う、お願いだよ。
なかなか。あれ今日なんか音楽変わる雰囲気ないですけど。これからよ。来たじゃん。来たな。え？バッチョ。違うなこれ。バッチョ。これ違うな。演出が違いますね。でもマディソンだね。マディソン。ありがとう。え？獲得枠前に。やもう一回。いやー惜しい。美味しいよ。いや、スペインのゴールキーパーだったんだけどな。欲しいの、で、4貼るのやめてくんない？分かっちゃうからね。うん。でも貼る。貼る。うん。やめてくんない、そこは。次来るよ。次来る。うん。そろそろなんじゃない？じゃあこのさ、特別獲得枠って赤くならなくない？うん、なんか、うん、でも貼ってないからといってもしかしたらなかったわ。ない。あ、まあまあマディソンが来てくれたわ。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあまああとしばらくイベントとかもいろいろあるし、うん、貯めていきながらちょっと動画外で持ってこうかな。バッジをできれば取りたいなぁ、ね、とは思うけど、まあまあこれからも楽しんでいきたいと思いますし、まずは本当におめでとうございます。おめでとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、今回ここまでで最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。